今回私が行ってきたのはこちらです。海鮮丼が食べ放題、行列必至の激安人気店を調査です。イエー、何これ初じゃない。人気店を調査するだけのやつってあんまない。そうなんです、ちょっと新しい試みを。海沿いのってこと？いや、ではないんですけども、うん、なんか異常に天気良さそうだ。宿泊じゃないんだじゃん。宿泊でもなく、うん、人気店に行っただけの、はい、そうです。じゃあ見ましょう。はい、はい、それでは VTR どうぞ。三村さん、大竹さん、こんにちは。宮本理央です。今私は日本橋馬喰町に来ています。思いっきり都会じゃねえか。そして今回も AD の浅見さんと一緒に楽しくお届けしたいと思います。いや、もう普通のロケだろ。昼間のしかも見てください、また白 T。 すごい、またちょっと今日は白。今日白、今日白で何も連絡しないですもんね。そう、何も連絡してない。いいよ、大丈夫だよ。そんなに面白くないと思う。白で被ることは多いだろ。今回もお届けします。はい、お願いします。お願いします。今回は海鮮食材が食べ放題できちゃう人気店をご紹介したいと思います。食べれるんだよ、海鮮食材ね。それがこちら、てててて、じゃーん、お魚本舗太鼓茶屋さんです。本当の YouTube みたいな。中央区馬喰町駅から徒歩でおよそ1分の場所にある刺身バイキングが名物の海鮮居酒屋です。刺身バイキングってどういうことなんだろう。刺身ってそんな食えねえからな。お、4個だな。すごい広い。元取れねえよ。じゃあ早速刺身を見てみましょう。今日のメインの。いいんですか。はい、こっちにあります。お、はい、行きましょう。あれですね、見えてきた。ここです。すごい。あ、たらー、これテンション上がるんじゃない。でもすごい。こちらがまばゆい海鮮でございます。すごいね。これ美味しそう。ちょっと見てきます。あ、これはすごいね。ここうわ、カツ、ね、うん、これがやばい。いや、そんな食えないからね。いや、食えない。海鮮はそんな食えない。はい、こちらでは5種類のお刺身の他にご飯のお供となるお惣菜などもバイキングできるんです。ちなみにディナータイムには目の前でマグロの解体ショーを見ることもできちゃうんです。ネタが、うん、あの 5種類さっきあったじゃないですか。はいはいはい。あのネタ5個を、うん、あのかけて五番勝負していきたいと思うんですけど。始まったよ。いかがでしょうか。え、じゃあもし一勝しかできなかったら一種類しか食べれないってことですか。一種類丼になります。一種類丼やだな。ここまで来たのに、くーやりましょう。好きなの海鮮。二人とも好きなんです。お願いします。せーの、最初はグーじゃけんぽい。マグロは取りたいよね。あこれ一番大事な場面だったんじゃない。マグロ超取りたい。マグロだろ、大体今回は一発目から負けた。じゃあこれをあげます。ありがとうございます。いや、ここ来たら買えないぞ。マグロ食えなかったら。振りがこの大げさなのよ、この。ではお願いします。あ、トランプ。せーの、スピード。ねえわ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 。来ましたね、スピードね。はい。この店でやんないでもらえますっていう。早く食って早く帰ってくるんだよ。決めてから来てくんないっていう。え、これノルチだ。8か8ですね。あ、待って待って。お、待って。これでも勝つよね。アサミ強え。すげえ。いただきました。もうこれでほぼ OK じゃん。 OK ね。ゼロ勝だ。くそ。この大げさない炎のやつなんか。最初はグージャケポイ。先行でいきます。はい、まずはね、何もネギトロ1個でやればネギトロ丼いけるから。まあそうだね、ここ勝ちたいところだ。私これバツってことです。そうです、巨大な丸バツね。
負けちゃう、負けちゃったじゃん。と、え、誰、もう負けちゃったじゃん。どうやって負けだよ。3つじゃない、あ、5個か。そう、5個です。5個、ただあの3個並べたのはちょっと来たかも、ね、来たかも。もう負けたよ、負けたよ。大丈夫だと思う。いやいや、もう負けじゃん。どうして、あそこバツ焼いて、ほら、うわきつい。うわくそ、弱すぎだよ。終わった最後。もうあの謎の眼鏡かけてる意味ないよね。見えてないんだよ、罰が。罰の位置が見えてないもん。謎の眼鏡かけてる意味ない。確かに。眼鏡取りなさい。眼鏡取ったよ。ちゃんとどう入ってます。え、いや、そうか、老眼ないもんな。冒険士、よろしくお願いします。俺こんな勝負やられたら俺ほんとやだな。先行ときます、ね、最初腹減ってるのに。好きな方、これ絶対浅見の勝ちで、どっちか行きます。そしたら何、白飯おにぎりにして、おにぎりし、お塩いいですかっつって、やばい、フライ強敵に思えてきた。やばいやばいやばい。じゃあ行かせていただきます。はい、これタコだけ勝ったところでっていうのがない、あ、そっちね、タコ丼って、ね、タコ丼。もしかけてないじゃないか。いや、そんなことない、おかけしてもいいんでしょ。こっからもう、こっから消えるまで上に行けない。新ルールだね、これ。たらいかんか、うん、でも、なんかこの辺から決まってくんじゃない。もう決まってるよ、答えは。ほら、もう負けちゃったよ。 あ、そうか、列消しか。これ難しいね。どうぞ引いてください。じゃあ最後、はい、失礼いたします。やった、勝ちました。タコ丼ね、ドーナツのけぶり。タコ丼ね、嫌だな。いらない、タコって2枚だもんね。タコってご飯のおかずしづらいよね。よく噛まなきゃいけないから。まあでもまずラストあるので。あ、もう一個あるの。はい、これはラストです。でもこれがカツオだとしてもさ、タコカツオ丼いらない。カツオは重い、2枚しかいらないもんね。力入る。マグロかネギトロ取りたかったよね。叩いて食べて、じゃけっぽい。こんなに真剣に見なくていいの、それを。そうね。あと、うちでそれやんないでもらいますっていう誇り立っちゃうから、うん、負けた、はい、タコ丼じゃん。すげえ笑ってんじゃん、もうタコ丼なのに。なんの、いいんだよ、いいんだね。別に何その豪華。でも白飯隠れてるじゃん。どうですか、このやば贅沢丼。やったー、いただきます。マグロそんなちょっと、はい、サーモンが好き。でも見たのに。食べたい食べたい食べたい。タコだけ、これ一番地獄だな。こんなにいっぱいあって、あ、でも大きい。本当だ、すごいしっかりしてる。5枚かな。まあ、タコだけだけどね。 YouTube みたいな曲かかったね。タコいっぱいですね。完成です。DJ も意外と気になる。ちなみにワクチンを2回以上接種した方には証明書を持参するといくらの小鉢が無料でいただけちゃいます。あら、いいじゃない。リオさんにプレゼントします。いいですか、ありがとうございます。いや、いくらくれたらありがたいよ。タコいくらだいぶ、だいぶ違うよ。相当違うよ、ね、うん、一気にでも一気になんか豪華に一気に違う。これで白飯と合うんだから。ほら、豪華になりました。あのイクラ、ありがとうございます。欲しいな、いただきましょう。でもあれだけあれやもん。いただきます。美味しそう。一緒に食うんだよ、タコと。それタコ味ねえから、それでもいい。美味しいですか。最高。もう美味しい、タコもイクラも美味しい。美味しい、めっちゃ美味しい。これが食べ放題っていうのも関係ないけど、右利きなのに左で打ったんだよ、トンカチ。いいのかなって思うぐらい。ちょっと今度は、まあね、一緒に行きましょう。持ちやすかったかな。手前にあったもん。ちょっとそそっと行こう。一番関係ないけど、そうそう、ビール飲みながら。これビール絶対あるよね。うんうん。
三村さん、大竹さん、いかがでしたか。こちらのお魚本舗太鼓茶屋さん、お一人様お値段なんと1700円で食べ放題できちゃうんです。まあ、海鮮丼は1700円と思えば、ね、そうね、しかもお刺身だけじゃなくサラダやお惣菜なんかもたくさんあるので、うん、それも日替わりだったりそうです、はい、ですよね、そうするのでぜひ来てみてはいかがですか。またこんな感じで今後もやれたらいいなと、はい、思っております。最後に星のほどよろしくお願いします。バイバイ。ナイス。これに星つけてる意味が分かんない。ね、より YouTube 感が強まったみたいな。強まったね。なんかチュッ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 とかなんかね、うん、まあまあでもいいよ、あの店はいいですね、うん、だって本来本当に取り放題なわけだから。そう、一人ずつね。でワクチンやっときゃいくらももらえるし。あれいくら素で置いてないんだ。じゃあいくらやっぱ取り放題無理だもんね。そうです、うん、これは良かったですね。ということで星は3ですね。そうですね。これで星4から5からって比較がねえんだもん。そうだね、これで星4っていう意味が分かんない。別にレポートはいかがでしたかって別にレポートしてるわけでもね、うん、そんなに、うんうん、3ですね。ただ良かったです、ずっと見てられる、うん、それはもうすごく良かったです、うん、ね、ありがとうございます、はい、では次回も楽しみにしていてください。ではここでお待ちかねプレゼント情報。今回はこちらの番組オリジナルグッズをプレゼントしちゃうよ。応募方法は番組ホームページからこの後発表される当選番号と必要事項を明記の上ご応募ください。今週の当選番号は通知よろしくお願いします。